刃、忍者ガイデン Z。 監視データを解析してここで起こったことを再現したわ。サイバービジョンで確認して。 OK、 皆さんこんにちは、ギャリマンです。それではエピソード3スタートしてみましょう。大したもんでしょ。ひどい話だ。自分の基地の中でさえいつ忍者に襲われるか分からない。ハヤブサだ。本当はこいつらに何をさせていたんだ。そう、3週間前、傍聴チームにラザレフ研究所を調査するように指示した。あの研究所の連中は何やらおぞましいものに手を出していたからな。ハヤブサもそのことを突き止めたに違いない。そっか。で、つまり君の狩りの成功を祈っているよ。OK。 いいね、忍者かっこいいわ。おらっ、さあ内部に侵入。ライフピース。この下水すごいな。これ何やってんの君たち。いたいた、いきなり殴りかかってくるの聞いてねえぜ。この先だな。また塞がれてる。体、例のコンパウンド72でいっぱいみたいね。何？悪いことは言わないから、それに近寄らないと。何だと？なんかマスクしてるから相当やべえな。おいおい、長いし、しかも出してる時間長すぎだろお前。どんだけ飲んでんだよ。まだ出る。まだ出る。おい、出すぎっちゅん。ちょっと待ってね、分かってる分かってる。待つよ。そんくらい溜まってんだね。まだ出る？大丈夫ね。遅いわ。引っかかんなきゃいいんだろう、要は。OK だ。ん？女の声。あらら。あ、何？何？わあ、ディープキスしてる。え、レズ？わ、素晴らしい。願い下げだ。うん、ちょっとね、もっと可愛ければもっといいんだけど。マジか。おー、危ない。どっから出してる。すばしっこいな。光センサーをオーバーロードさせて視覚者機能を奪ってしまうの。幸いサイボーグアイには無効よ。目が見えなくなったらサイバービジョンに切り替えることね。オッケー。まだいるか。なんかいいもん持ってる。持ってるかな。ハグパイプ出てきた。パンチ OK。 とりあえず撃っとこ撃っとこ。よう、とりあえずパンチやれたか。
うん、ここはなんとか楽だったね。オッケー、バルコニー単純さんの、やばいやばい、この先か、まだいるな。おい、でっけえのいるじゃん。おい、マジで言ってるか。熱いぜ、熱い、ここやられちゃうか、熱い、開いたけどな、ドアが。痛い。あ、やられた。さあ行くぜ。ほら、やってやるぜ。やったぜ。次はここか。あー、やられた。もう、さあここだ、勝負打ちまくるか。ここか、いっぱいいるぜ。負けるわけにはいかねえかな。あ、負けた。サシじゃ負けねえ。よし、オッケー、やったぜ。大したことなかったな。では次回また会おう。ギャリバンでした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。チャンネル登録、 Twitter の登録もよろしく。